はい、YouTube をご覧の皆さん、どうも、楽です。はい、今回ですね、マジで笑えない事態に発展します。昨日ちょっと生放送を開いたんですけど、その生放送を開く前から、ずっとある番号から着信がかかってきてて、で、さすがにちょっと自分じゃ対処しきれないなと思って YouTube ライブを開いたんですけど、まあ、そのライブの際に、まあ、みんなが通話に出てみてって言ったんで、まあ、一旦出たんですよ。そしたら、どうする？出る？とりあえず、出るよ。出るよ。もしもし。もしもし。はい。お前さ、エリの動画 YouTube にさらしたやつ？まあ、これですよ。笑えないよね、もう本当に。ってことなんで、今回は、まあこの元カノね、もうエリに確認します。はい、もう電話番号さらしたって。もうさらされたもんはもうしゃあないんだよ、本当に。なんでそんなことすんのかな。本当にめんどくさいんですけど、まあ、こういうことを本当にされると本当に萎えるんで、まあ、まあ僕がやったこともまあしゃあないんですけどね、YouTube こっちに出してるんで。ということで、早速やっていきましょう。Let's do it。もしもし。あ、もしもし。あ、お久しぶり。あのさ、うん。ちょっとさ、今さ、俺の競馬にさ、エリの元彼っぽい人から電話かかってきたの。え？うん。うん。電話番号教えた？いや、教えてない。いや、あの、本当に今言ってくれたら全然許すから。本当にそれだけ頼む。え、うちは、と付き合ってたこと言ってない。おかえり。いやいやいや、言ってなかったら買ってこないでしょ。今、買ってきたんだから。は、なんで？お前、エリとのやつ YouTube にさらしたみたいに言ってきたんだよ。え、なんで？だって、待って、だってさ、それは、こっちもさ、その親に言われてさ、もう怒られてるし、そういうのはもうしないって自分も決めたし、普通にも仲良くしたいから、一日そういうことしてないんだけど。いや、本当に言ってる？え、だって、もう、うちそんな、うん、仲良くしたいし。え、ちょっと待って、本当に言ってる？それ。本当に？え、本当に電話かかってきたの？え、ガチだよ、今。本当に笑えない状況で、今。本当にマジで。え、番号が、え、番号言っていい？あ、大丈夫。070の、うん。え、うち電話下に入ってないよ、そんな人。ん？え？なんて？いや、電話帳に入ってない。いや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 、お前入ってなかったら誰が入ってんねんな。いや、だって、うちそもそも今入ってるの、と家族と友達だけなんだけど。いやいやいや、元カノとか先輩とか入ってるやろ、その浮気した。いや、先輩ももういない。え、じゃあ。電話番号も変えてから。ん？いや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 、だから、その、俺が直接絡んだことない相手なのに、ね、うん、電話番号漏れるなんておかしいでしょ。え、でも、うちそんな電話番号知らないよ。え、だって、070から始まる電話番号の人いないもん。え、それガチで言ってる？うん。うち、090と080の人だけ。本当に言ってるそれ。え、さすがに嘘つけないよ。え、じゃあ誰これこの番号070って。え、だってそれ本当にうち関係してるの？え、そっから、まさか。え、本当に言ってる？いや、ほんと、え、うちが怖いんだけど。やばい。え、じゃあこれ誰？お前のこと言ってたよ。え、名前聞き間違いとかじゃなくて。いやいやいや、お前の動画 YouTube にさらしたろみたいな。え、知らないよ。だって誰にも言ってないもん。え、待って、じゃあ誰こいつ。え、じゃあ全然関係ない人ってこと？うん。え、でもそれ考えたらどっから漏れたの、電話番号。あの、あれじゃないかな、学校の提出物とかにさ、たまに自分の電話番号とかさ必要な時あるじゃん。いや、それでバレるか、普通か。友達じゃない、周りの。へぇ、マジで言ってんの？ガチで競馬変えなきゃいけないぐらいさ、かかってきてんだよ、電話。え、待って、なんかうちのせいだよね、ごめんね、本当に。いや、全然大丈夫。え、マジでやってないの、エリじゃないの？え、本当に全然、連絡先のスクショ全部あげれる。マジか。うん。え、元彼とはもう連絡取ってないってことじゃん。え、もう LINE にもいないし、電話も全然着拒になってるし。でも本当に震え止まんないんだけど。嘘でしょ。なんかうちが言うのもあれかもしれないけど、脅迫とかされてない？大丈夫？いや、やばかったよ、なんか。お前電話切ってんじゃねえよって言われたからね、電話出た時。ちょっと待て。いや、ちょっと待て。マジか。マジか、これ。もう一回出ます。はい。お前さ、切ってんじゃねえ。いや、もう
もう切るしかないです、切るしかないです、あのこれもう切るしかないです、もう笑えないです。これ YouTube に多分晒したからですよね。はい、エリさんの元彼っすね、これ完全に。待って、なんかそれあれだよね、うち話した方が絶対いいよね。とりあえず俺が一回直接話してで誰か確認する必要あるね、それ本当に。最悪警察入れなきゃいけないし、それ誰かわかんないから。なんか本当にごめん。え、もしかしたらさ、声聞いてさ知ってる人かもしれないじゃん、エリが。ああ、え、でも知ってたとしても電話番号教えたりとかは絶対してないよ。でもな、そう考えたらもうどっから漏れたかようわからんから直接聞くしかないよね。オッケー、分かった、大丈夫。うん、分かった分かった、ごめんね本当に。なんかごめん、迷惑かけちゃって。分かった、いいよいいよ、大丈夫。じゃあとりあえず、うん、え、マジか、それ確認するしかないんか、直接。え、本当に知らないんでしょ。いや本当に分かんない。え、すっげー嫌なんだけど電話すんの。え、すっごい嫌だ。いや待って、うち話す。いやー、それはまずいでしょ。いや、わかんないけど。いや、でも、俺に電話かかってきてるってことは、どっかで知ったんだよね、俺の競馬。間違いなく。いやー、さすがに頭抱えるな、それは。誰かわかんなかったよね。俺聞いたことない声だったから。あれなの、怖そうな感じなの。怖そうだったね。いや、なんか俺殺されるのかなと思った。もうね、笑えないんだよね、今この状況。いつもさ、もうバカ騒ぎで、あははってなるけど。めっちゃ笑ってるけど。マジか、ちょっとマジか、本当にマジか。いやー、なんか本当にごめん、迷惑ばっかりかけて。いや大丈夫大丈夫、分かった分かった。とりあえずじゃあまた何か分かったら連絡します。うん、本当ごめんね。 OK です、はい、じゃあ失礼します。うん、じゃあね。はい、マジ誰だ。Freedom is invisible.